やつ、動きを逐一報告せよ。目標は熊本城に向かって進行中です。画面に出ます。サメ新庄、データ機でスタンバイ。了解。こちら大吾、先行します。熊本か。刑務局地上部隊の展開は間に合いません。現在ガッツが急行しています。先行した1号が到着です。目標は現在静止しています。攻撃しますか。まずスキャンして相手の正体を知る必要があるわ。了解。なんだ、どうしちゃったんだ。機関停止。新庄行け。了解。データが全部初期化されてる。大吾、早く脱出して。システムが全部いっちまったんだ。俺に任しとけ。大吾、知るんじゃねえぞ。そんなことだって治った。よっしゃ、逃がさへんで。お城が無事でよかった。堀、目標の追尾は。それが、それなんですけど。おどうしたんだ、役立ったんすかそれ。アホ言うな。こいつはな、どこまで潜ったかでちゃんとここに居場所を教えてくれるはずや。はずがどうしたって。はずやねんけど、おかしいな。なんで教えてくれんの。知るか。大吾、どうしたの。なんでもない。関係があるのか。どうしたんですか。ん、ああ、ここ数日アークが奇妙な振動をしているそうだ。アーク。アークとは、東北のピラミッドでゴルザたちに破壊された石像の砂の一部を TPC が解析のために運び込んだその容器のことである。別に。熊本と何か関係があるかもしれないわ。調べてみてください。わかりました。ガッツは地下に潜った怪獣の探査を開始した。阿蘇付近に異常はありません。活動とは無関係だったか。こちら大吾、異常ありません。了解。引き続きその周辺を調べてくれ。はい。真っ暗な鉱山跡に来てどうしようってんだよ。怪獣は地下に潜った。なんか関わりがあるんちゃうか思ってな。リーダー、数日前からこの近くのトンカラリンという遺跡から妙な音がするっていう報告がありまして、今向かってるところです。了解。妙なのはその名前だろ。なんだその。
コンコロピンチョトンカラリン、うん、まあきっと深い言われがあんねやろ。トンカラリンは5つのトンネルが連なってできてまして、いつの時代に作られたかも分かっておらんとですよ。こちらです。怪獣が出てくるにしちゃ小さい穴だよな。これ今は止んでますが、バッテンこっからずーんと響く音がすって、近くの住民から苦情出とったですよ。このトンネルどこまで続いてます？今確認されてるのはこの下からすぐ上までなんですけれども、正確にはちょっと。なんでトンカラリンっていう名前なんですか？それは石をですね、穴の上から投げるとトンカラリンっていう音がしたからだそうです。そのまんまや。この熊本には地下に知られてないトンネルがいくつもあると言われとっとですよ。トンネルか。また君だったんだね、光を受け継いだのは。誰だ、お前もテレパスなのか？そんなくだらない力なんか持ってないね。僕が持ってるのは頭脳だよ。そして君と同じあるものを持ってる。さて見せてもらおうかな、君がどうやって光になるのか。待て、大吾、至急北に飛んで、サメが出たよ。大吾、あそこには大勢の子供たちが。レナ、その前に食い止めるんだ。了解。察するもんか。
どうしたの？ウルトラマンティグが現れてから、そのエリアの超短波域が異常発進しています。ティグが現れてから？ギャッ！進化した姿を獲得できるっていうのに、なんでそんなつまらないことばかり知ってるのかな。どうした、ティガ。君は自分が選ばれた唯一の存在だとでも思っていたのかい。違うんだ、君はたまたまティガのピラミッドと出会っただけ。僕は違う、自分の力で超古代の遺跡を見つけたのさ。ゲオザークだね。お疲れ様。ウルトラマンになっても君の肉体は酷使されてるね。そんなにまでして君は何のためにティガーになるのかな。それは君の自己満足のためだよ。人類を救うという美しい言葉に酔ってるだけだ。ティガー一人でこの破滅に向かう星をどうやって救えるって言うんだよ。教えてくれよ。僕は俗人には及ばない知性を持ってる、生まれつきね。だけどそれだけじゃない、体だって鍛えてきたんだよ。
超人になるための努力はしてきた。だが君は何も努力していない。やめろ。綺麗だな。これだけが僕に足りなかった。僕の体を光に変えてくれるシステム。待て。大吾！大吾！おい！大吾！大吾！大吾！どこにおんねん、ほんまに。いたか。大吾隊員はその世から姿を消した。堀井隊員の調査であのロボットはこの地球で作られたことが分かったの。地球製ですか。すごいな。それは TPC をしのぐ科学力を持ってる。というとアークに異常はない。はい、ちょっと待ってください。嘘だろ。どうした。アークがなくなっています。輸送機が無断発進する。丹後博士、アークをどうするつもりなんです。あんたたちよりも有益な使い道を考えてくれる人のところへ持っていくんだ。それが科学者のすることですか。そうだよ。才能のあるこの僕をあんたたちはどう扱ってきたんだ。丹後博士、何をしているのか分かっているの。これ以上僕を軽視するのはやめてくれ。耐えられない。まずいことになったな。基地が手嘘の敵を狙ってるか。いや、何か起こそうとしている者の意志が働いているのだと思います。ありがとう。あいつは心配ねえよ。今までだってそうだったろ。絶対死んでてもおかしくないって時だっておーいって言って手振って帰ってきた。そうだよね。ここを飛んだ時スパークレンスが光った。何かがこの近くにあるはず。僕はただの人間だ。スパークレンスがなければ何もできない。無力な小さな人間。よせよ、遊びたい気分じゃないんだよ。どこ行くんだ。
人が他にもいた。巨人像を発見し、邪悪な心を持ったままウルトラマンに変身したマサキ。傷ついたダイゴは渾身の力を込めてイービルティガに立ち向かう。次回ウルトラマンティガ影を継ぐ者、お楽しみに。